おいでー、デスマス。デスマスちゃんおいでー。笑ってるね。森を来てお話しよう、デスマス。まだまだ元気いっぱい。かわいい。とっても楽しそう。闇に紛れて楽しそう。遊ぼうじゃあ。ほら。デスマスちゃん。おお、元気いっぱいだね。かわいいね。へい。デスマス。あ、あら、犬の、ほら、犬。犬のワン、ほら。デスマスちゃん。ほい。取って、デスマスちゃん。ああ、笑ってる。いいね。ひっついたの。ねえ。石板にひっついたの。かわいいね。こんにちは、つちのこです。さあ、今回はね、デスマス進化した方がいいよってみんな結構ねコメントで書いてくれて、その方法も教えてくれてたんで、ちょっと今回はねデスマスを進化させてみようかなと思います。なんかデスマスを49以上ダメージを受けた時に、このねナックルシティの下にある砂塵の窪地っていうところに行くといいんだって。うわ、シンボラーとかいる。あれあれ違う、あれあれどこかな。やっぱ攻撃受けてないからダメなのかな。確かに一回瀕死になってっからね。僕デスマスに変えて攻撃受けますか。ぬおー、かわいい。あら、あ、そうなんす。だった女の子の方だね。全然攻撃してこないじゃん。おっ、あ、カウンター決まんなかったか。よし。あら、闇ラミ。いけ、デスマス。どう ?49 当たった ?6。 え、待って、ぴったり。ちょっと待って、合ってるね。49ダメージぴったり当たったまさかのぴったりきたよ。さあ、どうなったかな。あっ、来たその場で来た。デスマスどうなるのねえ、可愛くなる。はデスマスどこ行ったのねえ、石になったじゃん。デスバーに進化した。こら、ちょっと待って、デスマスの可愛い部分はもしかして変な石画の目なの？にっこりしたお目々はどこ行ったの？はぁ？全然可愛くなくなっちゃったんだけど。影のような体に触れてはいけない。絵に刻まれた恐ろしい記憶を見せられるぞ。怖い。ね、怖いポケモンになっちゃった。強い恨みを持つ魂に古代の粘土板が引き寄せられポケモンになったと言われる。普通にデスマスいたよね。あ、ガラルの姿で粘土板に引き寄せられデスマスとひっついたみたいな。デスマスがなんでこうなったのねやだ嫌なんだけど、これ絵になっちゃったじゃん。おーおーえ、もしかしてヘビなの？ツチノコなの？ねえもしかしてツチノコなの？何の穴だこれ。あ、尻尾尻尾、こんなひょろひょろの首になっちゃって悲しすぎる。そ僕のデスマスちゃんが石になっちゃったよ。いや、でもキャンプでは可愛い姿を見せてくれるはず。キャンプに救いを求めよう。デスマスちゃん。デスマスちゃん。石になってんじゃねえか、やっぱり。おい。デスマスちゃん。そっちじゃない。君じゃないよ。違う。よし。ねえ、完全に石なんだけど。ねえ、石になっちゃってるんだけど、もう。何の表情もない。おい。なんか引っかかっちゃってんの？無限ダイナで。おいで、おいで。あ、帰んないでね。もう完全に石板じゃねえかよ、もう。あの可愛いデスマスちゃんが、もう邪魔しないで。無限ダイナ邪魔しないで今呼んでるんだから。ねえ。おいで。あ、笑ってる。ちょっとキャンプ楽しい。もう気持ち悪い姿になっちゃって元気いっぱいなの。闇に紛れて楽しそう。遊ぼう。じゃあどうすんの。デスマスちゃん。で、あのデスマスちゃんはどこ行っちゃったの？ねえ。あの可愛いデスマスちゃんは。おい、取らねえじゃねえか。ねえ。嘘。たくさん遊ぼう。誰も、ね、誰もボール取ってくれないんだけど。悲しすぎる。ほい。ああ、取った。そんなとこで取るの？くふもう影も形もなくなっちゃった。デスマスちゃん目の部分だけだった。よし、じゃあ料理しよう。デスマスちゃん何が好きかな。いっぱい入れてあげるからね。よし。どう？スパイシーカレーの出来上がりだ。食ってる？目は一応笑ってるからよかった。ああ。あんなんなっちゃった。僕のデスマスが。もしかしたら次ポケモンを起動するときにデスバーンはパーティーにいないかもしれないな。かわいいです、マスちゃん。